ダイビング体験などができる場所として人気の佐渡市小木地区。水深18メートルの海底までダイバーが潜り、なんと日本酒を入れたケースが沈められました。会津若松市の清酒の強みと佐渡市の海の強みのコンテンツを掛け合わせて、今までにない旅行商品を作り上げるための。2020年に観光振興を目的に連携協定を締結した佐渡市と福島県会津若松市は、互いの強みを生かしたツアーの開催を事業費500万円をかけ計画。佐渡市の海底で会津若松市の日本酒の味がどう変化するのか実証実験を行ったのです。紫外線が届きにくく振動があり、熟成発酵が促されるという海底で来月28日まで貯蔵。成功すれば、会津から出発をして2泊3日でヘリをチャーターして佐渡に着いていただいた後に佐渡を満喫していただく。来年度には貯蔵した日本酒を楽しむためにヘリをチャーターし、2つの市を結ぶ旅行プランを開始したい考えです。